遊びの部分を、まあ、一番重要視、まあ、しているのがいい文化だなと思っていて。Play is the pure essence. There is an element of discovery, an element of curiosity, an element of imagination. We have a process whereby we work on 2 weeks milestones, and the whole studio gets to play what has been created during these 2 weeks, and then later we exchange opinions of what was fun and what could improve. 自由な発想で、オープンマインドで、本当に好きなことを言える。結構気兼ねなく本当に意見をぶつけ合える。好きじゃないです。正直ね。ブリッドにやりつつ、結構そのやっぱもう一回戻ってみようかとかも、まあ欲も悪くもかもですけど、結構柔軟にやる感じもあって、うん、その環境はでもすごくいい緊張感を持てるので、すごくいいと僕は思っています。まあ、なんか一人が意見を言うと結構ちゃんと議題に上がって、やめようってなったりするっていうのが、意見言った甲斐があるって。 And that's where this team is very much an amazing powerhouse at letting go of ideas that don't workAnd just moving forward. It really helps us, I think, make better games. その会社入ってきた時の初めてのレビューとかも思ったのが、すごい仕事を真剣に普段やってる方たちが、みんな一個のゲームを前にこうわーって言って、なんか頑張れ、なんか友達の家でやってるみたいな感じで、そこジャンプしたい。そう。ワクワクもしますね。まあ、僕らは技術を魔法みたいな体験に変えるっていうチームで、今回のアストロボットはゲームファンへのラブレターかなと思いますね。本当にいろいろなプレイステーションのモチーフとかも入れて、いや、ちょっと早く反応が見たい。 So I hope that as the fans play this game, every second of them playing this game is joyful and they have a smile on their face.僕たちも愛を持って作ってるので、そのラブレターが皆さんに届けばいいかなと思ってます。